していってね。皆さんどうも、こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、最近はウクライナで国同士の戦争が起こっているよね。とても痛ましい話題が出ていて、みんなが心を痛めているのかなって感じているよ。その通りだな。特にロシア兵による戦争犯罪は、世界中に大きな衝撃を与えた。一部では、一度成熟した国際社会が再び混沌としてきた、という話も出ている。その通りだね。私は、ロシア軍によるウクライナの民間人に対する振る舞いは許せないよ。まったくだな。ロシア軍による民間人への無ごたらしい振る舞いは、いずれも国際法違反だ。現在ウクライナでは、ロシア兵による戦争犯罪の証拠を収集していて、すでに被疑者を起訴している。つまり、国際法違反に基づいた訴追が行われているのね。ロシアによるウクライナ侵攻は、世界規模の軍事問題に発展しかねない事件だと言われる。それに関連し、NATO 諸国とロシアとの対立が先鋭化して、第三次世界大戦が勃発するのではないかと恐れる人もいる。それはわかるよ。ロシアに味方する国と敵対する国、それぞれの陣営に分かれているんでしょ？おまけにロシアは核兵器を使用する、なんて脅しをかけるくらいだしね。そういう心配をする人が増えるのも、仕方のない情勢と言える。そして最近では、こうした地域紛争や戦争に関連し、戦時国際法という言葉が使われることがあるんだ。霊夢は、戦時国際法と言われてどういうものかわかるか？そうと言われても、ちょっとピンとこないなぁ。戦争はしてはいけないとか、民間人を殺してはいけないと定めている法律ってことかな？まあそういうイメージを抱く人が多いかもしれないな。正確にはちょっと違うんだ。民間人を殺してはいけない、ということはあっているんだがな。実は、国際法上で戦争という行為は禁止されていないんだ。ええ？それはどうして？よく日本では、戦争反対とか戦争は悪だとか言うでしょ？確かにそうだな。ただ、あくまでも国際法上では、戦争は禁止されていない。あくまでも、国と国同士が話し合いで問題を解決できない場合に残されている、政治的手段の一つなんだ。ええ、知らなかったよ。じゃあ、どうして民間人を殺害することは国際法違反になるの？何がなんだか、わからなくなったよ。少し欺瞞のような表現になるが、実は戦争に関してはルールが存在する。それは、戦争をするときにやってはいけないことが、国際法上で決められているということなんだ。つまり、戦争をするならルールを守れ、と言っているのが国際法だとマリサは言いたいのね。ああ、その通りだぜ。このルールを知らないと、現在世界で起こっている出来事や、歴史上の出来事を正確に評価することが難しくなるんだ。なるほど。そうなのか。単純に戦争はダメ、というのでは正確な理解はできないということね。それならさ、ぜひ戦時国際法についてわかりやすく教えてほしいよ。ああ、わかったぜ。今回は、2022年のロシアによるウクライナ侵略で注目を浴びるようになった、戦時国際法について解説する。それでは、今回もゆっくりしていってね。今回は、今後身近な言葉になるかもしれない戦時国際法について、わかりやすく解説していくぜ。国際法か、私は法律というものは日本の憲法とか霊霊法のようなものは知っているよ。でも、国際法となると正直知識に疎いんだよね。では、一般的な国際法というものについて解説する。国際法は、条約や協定、合意によって国家間で成立するものだ。そして大きな特徴としては、国際社会で一定期間常識として守られてきたルールも、慣習国際法として国際法を構成している点なんだ。へえ、そこは面白い話だね。普通の法律なら六法全書のような文書に規定されるでしょ？でも、国際法は常識として守られてきたルールも含まれるなんて、知らなかったな。一般的には、そのようなルールのことを規範、または慣習と呼ばれる。実は、国際連合つまり国連の設立の根拠となった憲章も、国際法の規範に含まれるんだ。なるほどね、規範が含まれるってことを考えないと、国際法の本質を見逃してしまいそうだね。気をつけるよ。ああ、わかってくれて嬉しいぜ。では続いて、今回の本題である戦時国際法には何が規定されているのかを紹介する。つまり、戦争をするならルールを守れ、という考え方だね。そういうことだ。国際法の一分野である戦時国際法では、戦争状態であっても全ての軍事組織が遵守すべき義務を明確に規定している。
それが、ハーグ陸戦条約やジュネーブ条約などだ。これらは、戦時国際法と呼ばれるものの代表なんだ。つまり、軍隊同士が守るべきルールということね。ハーグ条約とかジュネーブ条約とかって名前は聞いたことがあるよ。一体、どういう内容が規定されているの？代表的なものとして、いくつかのルールがあるんだ。ただ一部は、条約締結国のみに適用されるものもあるから注意してほしいぜ。まず一つ目、非軍事目標、つまり降伏した者や負傷者、民間人などに対する攻撃の禁止だ。これは、とても大事だね。戦争映画で、手を挙げて降伏する人を攻撃する場面があるけど、これは国際法違反なんだね。ああ、そうだぜ。それに、ロシアがウクライナでやっている、民間人への振る舞いも完全に国際法違反だ。その他にもあるので、続けて説明する。二つ目、救戦機を形容しての戦闘。三つ目、救難信号の不正な発信。四つ目、赤十字機形容中の軍事行動だ。なるほど、救戦や救護を装いながら戦闘行動をするのは禁止ね。卑劣な振る舞いだから、これは当然だよ。では話を続けるぜ。五つ目、軍事的必要性を超えた無差別な破壊と殺戮。六つ目、捕虜の虐待の禁止だ。どれもニュースでよく聞くなぁ。アメリカとかロシアなど、軍事大国同士の戦争で行われたものじゃなかった？確かにその通りだが、その2カ国に限らず、戦争が起こると残念ながら起こってしまいがちな出来事なんだ。では、その他のルールについて紹介するぜ。7つ目、対人地雷の使用制限。8つ目、化学兵器及び生物兵器の使用の制限。そして9つ目、戦争開始前の宣戦布告義務だ。ええ、どれもルールとして守られているような印象は正直ないよ。確かにそうだな。世界では地雷が5000万個以上も埋められていると言われている。日本は、対人地雷禁止条約を批准し100万個以上を廃棄したんだ。なるほどね、日本はしっかりと国際法を遵守しているんだね。でもさ、生物化学兵器って未だに使用が懸念されている兵器だよね。そうだぜ。安価に製造、使用できるからテロ組織が使用することも懸念されている。テロ組織は国ではないから、国際法が適用されないという厄介な問題もあるんだ。そうか、国際法にはそういう制限があるのか。あとは、日本人としては宣戦布告義務、という項目は見逃せない。というのも、太平洋戦争が始まるきっかけになった真珠湾攻撃は、日本による宣戦布告なしの騙し討ちだとアメリカは言い張っている。そうだね、リメンバーパールハーバーっていう言葉が出たんだったよね。国際法違反だと、アメリカ側はネガティブキャンペーンを張ったのね。そういうことだ。また、ロシアによるウクライナ侵略では、実はロシアは宣戦布告していないんだ。え？そうなの？それはどうして？ロシアは、あくまでも特別軍事作戦と言い張っている。宣戦布告すれば、国内的にも国際法的にも戦争となり国家非常事態となる。国家総動員をかけることができるけれど、そうなると国内的に不満が出て、抑えきれなくなる可能性がある。あくまでも自衛のための行為という建前を作るため、特別軍事作戦と銘打って事実上の宣戦布告を行っているんだ。なるほど。ロシアは国際法を守らないだけでなく、それを意識して行動しているのね。そうだぜ。でもプーチンには、どんな法律を破っても良いというルールがあるんだ。知らんけどな。知らんのかい。でもさ、少なくともさっき示してくれたルールは、正直なところ守られているとは言えないよ。ちゃんとみんな、国際法を守る義務があるんじゃないの？確かにそうなんだが、そもそも国際法は遵守しない国を処罰する体系になっていない。国際司法裁判所はオランダのハーグに存在するものの、国内裁判所のような強制的な裁判権はない。また、国際法に違反したかどうかを判断し、国際法の遵守を強制する機関もないんだ。ええ、そんな状況なのね。つまり、日本の刑法のような法律とは違うのね。その通りだ。刑法などの国内法は、その内容を執行する警察権があり、法律として強制力がある。これに対し、国際法には国際法違反を制裁し、遵守を強制する機関がはっきりと存在しないんだ。以前はアメリカが、世界の警察として機能していたが、軍縮の煽りを受けて過去の力はないんだ。しかもだ、仮にそのような機関を設置すると、国家の主権を侵害することになりかねない問題がある。なるほど。国際法にはそもそも、強制力がないという問題があるのね。
そうだぜ。言い換えれば国際法の規範力、または実効的拘束力が問われる存在なんだ。でもさ、ロシアみたいに国際法を常に平気で無視するような国家は、国際社会で孤立するよね？その通りだぜ。アメリカの表現を借りれば、ならず者国家と呼ばれることもあるがな。だから、国際法を遵守すると国際的信用が得られる意義はあるんだね。そういうことだ。国際法の規定が全く意味をなさないわけでもない。そこに国際法の存在意義があると言える。それならさ、今回のロシアによるウクライナ侵略は、どういった点が国際法違反に該当するんだろう。よかったら、この観点で説明してくれるとありがたいよ。ああ、わかったぜ。ロシアの行動で最も問題なのは、ウクライナの領土主権を武力で侵害したことだ。実は過去にロシアは、クリミアを武力で併合した経緯もある。つまり、ロシアは兵器で武力を使って、敵の領土を侵略するならず者国家と言えるのね。そうだぜ。ロシアは、特別軍事作戦としてウクライナ領土を侵略した。ドネツク人民共和国とルハンスク人民共和国の要請に応えて、ウクライナの非軍事化と非ナチ化を目的にした軍事作戦と銘打ったんだ。勝手な物言いだよ。単なる侵略だっていうのは明らかだよね。その通りだ。そもそも、治安維持や軍事行動などの国家活動は、国家主権の中核をなす活動だ。だからドネツクとルハンスクの治安維持や軍事作戦は、国家主権を有するウクライナ政府のみが行うことができることなんだ。なるほど、そういう理解につながるのね。それにもかかわらず、ウクライナの同意なく治安維持や軍事活動を行うことは、主権を侵害する行為と言えるんだ。それはそうだよね。常識的に言って、他国の領土を侵略するのはいけないことでしょ？ああ、国際慣習法上、他国の主権を尊重し、これを侵害しない義務がある。だから、ロシアの行為は国際法違反と言えるんだ。それに、武力による威嚇だってダメなことでしょ？その通りだぜ。過去に国際連盟規約、不戦条約などにより、戦争の禁止や制限が試みられた。現在では、国連憲章で全ての加盟国はその国際関係において、武力による威嚇または武力の行使を慎まなければならないと規定されている。つまりロシアの軍事的行為は、武力不行使の原則という国際法に違反していると言えるのね。でもさ、ロシアは海外で自国民を保護する権利を有してはいるんでしょ？ロシアと欧米のどちらが正しいのかな？やはり、その判断はオランダのハーグの国際司法裁判所に委ねるしかないな。でも、国内裁判所のような強制的な裁判権はないんだ。やっぱり国際法って道徳以外の何者でもない感じだね。まあ、一部には、あくまでも自主的な取り決めであるという考え方もあるくらいだ。なるほどね。悲しくて皮肉なことだけど、国際法を守る国とそうでない国に分かれているんだね。ロシアがウクライナを侵略し、国際法違反の振る舞いを繰り返したことで、どういったルールがあるのかが分かったよ。ああ、そうだぜ。国際紛争はもはや他国のこととは言えない時代が来ている。何せ日本は、過去に国際法違反の重大な虐殺行為による被害を受けたことがあるんだからな。ええ、それは一体何なの？なんだ霊夢、わからないのか？さっきいくつかルールを紹介しただろう？それに該当する歴史的な出来事が、思いつかないか？ああ、わかったよ。アメリカによる原爆投下や大戦末期の日本本土への無差別空襲のことだね。そうだぜ。それ以外にも旧ソ連兵や国民党、共産党の兵士による日本の居留民への被害もある。いずれも、日本の無垢の民を虐げた、国際法違反の振る舞いなんだ。そうか。日本にはそういう歴史があるのか。日本人としては、国際法違反の振る舞いを許すわけにはいかないよ。その通りなんだ。さらに言えば、単に戦争反対というだけでなく、日本は劣気とした国際法違反による被害者だと言えるんだ。確かさ、アメリカでは原爆投下を正当化する考えがあると聞いたよ。それは、国際法違反の卑劣な行為だと分かっていない証拠なのかもね。おう、霊夢はそこまで分かってくれたか。今回、戦時国際法について解説した回があったというものだ。国際法って強制力がないルールなんだろうけど、日本人としてこれを遵守するスタンスは大事にしていきたいよ。ああ、それが大事だ。これこそが日本人が世界で信用される理由の一つなんだからな。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。